はい、どうも、しののんと申します。今回はですね、かなり遅くなってしまいましたが、重心カノンを使っていきたいと思います。はい、時間がなくてね、重心カノンを使ってみたら出せなかった。まあでもね、今回は使っていきたいと思います。はい、来てるのはね、桜姫ですよ。集めたかった、あと2体なんで、それだけで、まあここに連れてこようかなって感じですよ。で、重心がののですね、見ようか。はい、マインスイーパー EL アンチウィンド、で SS がスピードとパワーアンドアップ、最初に触れた敵に最初のに触れた敵の位置に移動。でツインワンウェイレーザー EL に全敵メテオですね。はい、ツインワンウェイは使ってて思ったんですけど、めっちゃ強いです。これ砲撃型のツインワンウェイはかなりやばい威力が出ます。で SS なんですけど、触れた最初の敵の位置に移動なんで、ボスの下に撃ってから暴れて味方の友情を出しつつ、最後にそのボスの下に戻ってこれるっていう、めちゃくちゃ便利な SS でしたね。やはり攻略の時に言ったんですけど。で、副友情ですね、新友情全敵メテオなんですけど、その名の通り全部の敵に対して一発メテオが落ちます。2万ぐらいだったかな。で、この友情なんですけど、マグメルだったらまあ多分強いですよね。今度マグメル来るんでそれやるんですけど、ルーペに絶対攻撃できるようになるんで、まあかなり強いと思います。それはこう考察の方に行ったんですけど、でなおかつですね、今結構話題になってるんですけど、マグメルだけじゃなくてシャンバラでもかなり強いという、シャンバラのブレイズベルクですね。あれを剣とかノンノンに当たると全敵メテオで倒せる、全部でみたいなんですよね。でだからそういう使い方もできるってなると、全敵メテオもまあ強いですよね。だからそういうのが強い、この方は。でマインスイーパー EL、マイン持ってる時に攻撃力3倍になるんですけど、もともとの攻撃力が3万1000ぐらいあるんですよ。でそこから3倍なんで、まあ約10万、1殴り10万ぐらいの勝負で、 SS が自強化も入ってるんで 1.5 倍で、マインスイーパー EL で3倍かかってからの 1.5 倍かかると15万ぐらい1殴りで与えることができるんで、それがかなり強かったですね。 SS 打ちましょう。でこうなってもこうやって戻ってくれるんですよ。これがめちゃくちゃ強い。この下になってからのリードめっちゃ強い、このギャル本当に、いいよね。早くマグネで使いたいなって思います。今度の月曜日だな。まあできたら使ってみたらしたいなと思います。はい、ということですね。重心かのんのん落ちた、 OK、使ってみたんですけど、まあ強いですよね、かなり。最近の重心化の中では、かなり上の方になると思います。はい、ということですね、重心化のんのん使ってみました。それじゃあバイバイ。